とうとう過去一かもしれない、過去一が出ちゃったかもしれない。こんにちは、りょうです。京都激辛激闘編、こちらビゴリ京都本店さんに来ています。今回はこちらありますね、ボロネーゼ専門店。今回はボロネーゼの激辛となってます。ということで早速入ってチャレンジしていきたいと思います。やるぞ。じゃあこちらの激辛マックスボロネーゼで飲み物をマンゴージュースでお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。失礼いたします。プランがあって、こちらはワインの飲み放題プラン、あとはワンドリンクプランっていうのもあるらしくて、私はワンドリンクプランでマンゴージュースをいただきました。すごく素敵なお店ですね。当店ボロネーゼとてもこだわっておりまして、はい、ボロネーゼ到着までの間にぜひ読んでいただきたいんですけど、はい、当店のこだわりとボロネーゼの美味しい食べ方を持ってますので、はい、読んでみてください。わかりました、ありがとうございます。でこちらがガーリックオイルとホットオイルになってますので、はい、少しずつかけていただくと味変お楽しみいただけるので、はい、ぜひお楽しみください。ありがとうございます。こちらが激辛オイルになってますので、はい、失礼いたします。ありがとうございます。賞味期限10分ですね。撮影失礼いたします。はい、ありがとうございます。失礼いたします。来ました、激辛ボロネーゼ、激辛マックスボロネーゼです。サイズがあるんですけど、ダブルとショートというサイズがあるんですけど、私はショートサイズにしました。賞味期限10分ということで、早速食べていきたいと思います。めちゃくちゃいい香り、素敵なお店なので、こんなパズルが入ってもいいのかっていう感じなんですけど、
素敵なお店って聞かちゃんしていきたいと思います。いただきます。口に入れた瞬間に一気に辛さが来て、麺を飲み込んだ後にもまたさらに一段上の辛さが襲ってくるような感じです。辛いけどやばい、めっちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。このパスタもこの弾力のある感じ、めっちゃ美味しいし、辛さも辛くて美味しいです。辛さも結構継続する感じですね。めちゃくちゃ美味しい。後からどんどん辛さが増してくるので、辛さがどんどん蓄積されていくような感じ。一口一口食べるたびに辛いとうまいがどん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 アップしていきます。この形がめちゃくちゃ食べやすい。完食、ごちそうさまでした。好きなワインと楽しみながら、ボロネーゼ専門店のめちゃくちゃ美味しいボロネーゼを楽しめるエゴリさん、めちゃくちゃ最高ですね。ワインが好きな方、ぜひもう美味しいボロネーゼと一緒にワインを楽しんでください。私は今日はマンゴージュースなんですけど、マンゴージュース最高。ごちそうさまでした。今回の激辛チャレンジはビゴリ京都本店さんで激辛マックスボロネーゼをいただきました。ボロネーゼ専門店ということで、もう本当に美味しかったです。私今まで食べてきたボロネーゼパスタの中でもう過去一美味しかったですね。最高でした。麺がすごく弾力があって、もう噛めば噛むほど美味しさが出てくる、もうなんか幸せでしたね。めちゃくちゃ本当に美味しかったです。私はワンドリンク制にしたので、ジュースマンゴージュースをいただいたんですけど、
ジュースも最高。辛さは一口口に入れた瞬間からガツンと辛さが来るんですけど、食べていけば食べていくほど辛さがこうどん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 蓄積されていって、どんどんなんか辛さを感じるような感じでした。早速バルスを発表していきたいと思います。 2.5 バルス。店内もめちゃくちゃ素敵で、お店から見えるこうお庭があるんですけど、庭も本当に素敵なんですよ。で、こんな格好したこんなパズーの私がいていいのかっていうような感じで、もうすごく素敵なお店でした。こちらに見えるあのこんな感じでサンプルなんですけど、こんな感じでチーズ、お店の方が鎌倉チーズとかそういったなんかチーズをまたトッピングするとまたまろやかになって美味しいですよっていうのを教えてくださって、今回私は激辛チャレンジということでトッピングはあのしなかったんですけど、なんかまたあの美味しいこのボロネーゼ食べたいなって思いました。ワインを飲み放題にするとあの好きなワインを好きなだけこう自分で好きないろんなたくさんいろんな種類のワインが楽しめて、しかも持ち込みとかウーバーとかも可能らしいんですよ。ちょっとそういう面白くて楽しいサービスもあって、ぜひワインが好きな方食べていただきたいな、来ていただきたいなって思いました。辛さ得意な方は私が今回いただいた激辛マックスボロネーゼでも全然美味しくいただけると思います。辛さを楽しみながら美味しいボロネーゼも楽しめる、ぜひ皆さん一度足を運んで、他にもたくさん美味しいメニューやトッピングチーズなどもあるし、美味しいワインもたくさんあるので、ぜひ気になる方一度足を運んでみてください。本当に最高でした。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ。